はい、えー。今回は、スウェルを利用してホームページを作る方法の投稿ページ作成編ということで、こちらにありますような投稿ページ、お知らせの一覧ページのデザイン、レイアウトの調整や個々のページ、こちらですね、のデザイン、レイアウトの調整やカテゴライズ等々基本的な使い方についてご紹介していきます。はじめの状態は、 こちらのような形で前回までの続きでお知らせに一覧が並ぶようになってましてここに各投稿ページの内容が一覧で並んでいくといったような形の状態この状態からスタートしていきますで初めに投稿と固定ページ前回まで会社情報へよくある質問と固定ページ作っていたんですけども投稿ページとの違いについて簡単にご紹介すると 固定ページ今まで作ってきた固定ページ、会社情報やプライバシーポリシー等の固定ページは、そのページ単体で完結する内容で、カテゴライズや一覧、時系列での一覧表示というのは基本的にできません。で、一方、今回作成していく投稿に関しては、時系列で一覧、こちらのような形で時系列で一覧に並べたり、こちらのような形でカテゴライズを設定したりと。 言ったような形で、えー、記事同士関連付けることが可能ですで、えー、こちらの投稿はコラムやブログ、お知らせ等で利用することが多いです。はいえー、それでは早速投稿ページ1件追加していこうと思います。まず管理画面に行って投稿の投稿一覧クリックするとこちらに投稿の一覧が並んでいます。 最初ですね、ハローワールドというのがワードプレスインストール初期状態でこういった形でついてるんですけど、こちらは不要なのでゴミ箱へ移動しておきます。で、えー、こちらに新たに1件投稿記事を追加していこうと思います。例えばこういった形で。 タイトルを書いて本文固定ページで今までページを作っていたのと同様な形でページ中身を記述していきます。 こういった形でページ作りまして公開ボタンをクリックして公開とそうするとページがこちらのような形で作れましたでお知らせ見ると先ほどハローワールドとあったんですけどそちら削除して今回追加したホームページ解説のお知らせというのが追加されてますで投稿を新たに作っていくとこちらにポコポコと新しい記事投稿が並んでいくような形になります で今見ると、ですねこのような形でサムネイルがグレーになってます。ですので、まずアイキャッチ画像を設定していこうと思います。こちらのお知らせのページ開いた状態で投稿編集をすると直接このページの編集画面に行くことができます。ここで右側のところですね、もしこちら出てない方はこの設定アイコンをクリックすると、こちらの右のバーが表示されます。 投稿の下の方に行くとアイキャッチ画像というのがあります。こちらでサムネイル、アイキャッチを設定することができます。ここで例えばこういった形でアイキャッチ画像を設定してあげると、標準ではこういった形でアイキャッチ画像が、えー、投稿ページの一番上の部分に来て そしてお知らせの一覧ページでもこういった形でサムネイルとしてアイキャッチ画像が表示されていることがわかります。はい。で、少しこの状態だと1記事しかないのでわかりにくいので、まずはこちらのような形でページをいくつか追加していくところから始めていきたいと思います。管理画面行って投稿の投稿一覧で投稿記事。 新規投稿追加ボタンをクリックしますでこちらで再びページを作っていきます こういいいっった形ですね、えー、同様にしててくつかページを作っていきます、はい、でまずは少し見やすくするためこちらのような形で、えー、投稿記事を増やしていきましたでここからこちらに表示されている身分類というのを、えー、カテゴライズカテゴリー分け表示したり、えー、実際にこちらのページの中身の部分ですね、えー、こういったこの記事を書いた人の部分ですとか こういったコメント受付欄あとこちらの URL ですとか細かい部分の調整レイアウトをしていこうと思いますで、まずですねこちら身分類とカテゴライズが表示されてるんですけども初期状態では投稿のカテゴリー全て未分類で割り当てられますこちらをこのような形でコラムやお知らせセミナー情報等ですねで適切なカテゴライズで表示分けてあげようと思います どうやってやるのかといいますと、管理画面のところ行きまして、投稿のカテゴリーというところからカテゴライズ設定することができます。例えばこちらでイベント情報と入力してスラック、URL 末尾ですね。このような形で書いて、カテゴリーを追加とすると、こうやってカテゴリーを追加することができます。同様にして、 こういった形でページを作ります。でこちらですね標準ではこの身分類というのが消せないので,でこちらを一番よく使うカテゴリーに変更してあげると手間がなくて楽ですどういうことかといいますとこちら編集でこの身分類を例えば一番よく使うカテゴリー今回でしたらお知らせにしてこちらをこういった形で URL 末尾に修正してあげると 今までこの未分類だったのが今回お知らせというカテゴライズに変更したのでこういったデフォルト値をお知らせといったカテゴライズにすることができますで。で、えー、こちらカテゴリーお知らせ以外に変更したい場合は投稿の編集画面のところで先ほどあったカテゴリーですね先ほど追加したカテゴリーが こちらの右側のカテゴリーというところに表示されていますので、ここから選び直すことができます。こういった形で更新と。やってあげると、ここの部分ですね、が先ほどはお知らせだったのがコラムといったような形でカテゴリー分けすることができます。で、こちらから直接追加することも可能なんですけども、細かい設定やこのカテゴリーの削除といったことはできません。 私の場合はよく編集はこのカテゴリーというところで編集してあげてますね。今回これいらないので削除しておきましょうで。カテゴリー、この編集画面、ページからできるんですけど、このクイック編集というところからでも編集することができます。クイック編集とクリックすると、ここにカテゴリー設定する箇所がありますので、こういった形で編集して更新。 こういった形で編集して更新としてあげると、このような形でカテゴリー編集することができました。はい、続けてパーマリンク URL の変更というところをやっていきたいと思います。どういうことかといいますと、 こちらの個別のページを開いたときに URL がこのような形で年月日がついてタイトルが表示されているこういった構成になってますでこの URL 今回はこの日付年月日の部分をなくしておこうかと思いますで末尾のところは変こちら各記事個別に変更できるんですけどもこの日付の部分は編集する箇所がありません で、どうやってやるかなんですけど、こちらは共通設定でですね、えー、設定のパーマリンク設定というところですね、えー、この投稿記事の URL の構造を決める共通設定がありまして、こちら初期状態、えー、ご利用のサーバーによってたまに違っている場合もあるんですけども、えー、日付と投稿名になっているので、これを投稿名にしてあげます。で、保存すると。そうするとですね、 先ほどのところがこのような形で各投稿記事が日付年月日が入っていたのが投稿のこのタイトルの部分だけになりました、まあ、必ずしもこの設定必要なわけではないんですけども私はできるだけこの URL の部分を短くしたいので年月日の部分は取ってあげていることが多いですあとですねこちら初期状態では えー、この URL が、えー、ホームページ解説のお知らせと、えー、こちらのタイトルがそのまま設定されているような形になっています。で、これもこのままではいいんですけども、えー、例えばこういった形でこの、えー、URL コピーして開いた時にですねこういった形で符号化されて見にくくなってしまいます。ですので私はよく、えー、半角英数のアルファベットにしてあげていることが多いです。 どうやってやるかというと、投稿の編集のところに URL というのがあります。こちらない場合、ここをクリックいただいて、で、この URL クリックすると URL の末尾を変更することができます。例えばここで、このような形でアルファベットに変更しておくと、こういった形で投稿の末尾の部分がこちらのタイトル、ホームページ解説のお知らせと、 日本語で書いてあった部分を独自に編集することができました。で、その他のページも個別に投稿の編集のところから、こういった形で変更することができます。で、一個一個やらなくてもですね、こちら、投稿の一覧のところから、クイック編集をクリックするとここの、スラッグというところから変更することもできます。 こういった形ですね。これで、えー、こ,こ,のような形こちらのような形で URL 変更できました。はいであとですね、投稿の各ページには初期状態ではコメント受付欄というのがオープンになってます。どういうことかといいますと、下の方行きますと、こういった形でコメント受付をする場所がありましてで、ユーザーさん、見ている人からコメントができるようになってます。で このままでもいいんですけども、お知らせ等でコメント受付をしたくないといった場合は、コメント受付オフする設定をすることができます。どうやってやるかと言いますと、まず初期設定で、設定のディスカッションというところから、コメント受付の初期設定をオフにしておく必要があります。デフォルトの投稿設定というのがありますので、新しい投稿へのコメントを許可、こちらをオフします。 で、コメントと似た機能でトラックバック、ピンバックを受け付けるといった項目もあるんですけど、私はちょっとこちらまとめて、えー、オフしてあげていることが多いです。まあ、今回この3つですね、オフしておいて、変更を保存します。そうすると、えー、次から新規で書く記事に関してはコメントが受付がオフになってます。どういうことかと言いますと、 こちら見ていただくと下先ほどまでコメント受付欄があったのがなくなっていることがわかりますただし過去書いた記事に関してはまだこのような形で残っていますこのディスカッションの設定をする前に投稿した記事に関しては個別にコメント受付を無効化してあげる設定をする必要がありますこの投稿の編集画面で この右側のところですね、見ていただいて、ディスカッションという箇所がありますので、ここでコメントを許可ト、ピンバックとトラックバックを許可という項目がついてますので、こちらをオフしてあげます。そうすると、こちらのような形でコメント受付先ほどまであったものがなくなりました。 先ほどパーマリンクを変えたときと同様に、このクイック編集、投稿一覧のクイック編集というところから、コメントを許可、トラックバック、ピンバックを許可という項目、チェックを外すこともできます。あとですね、まとめて設定してしまいたい場合は、すべて選択。こちらの投稿一覧ですべてを選択してあげて、一括操作編集適用で、 トラックバック、ピンバック、許可しない。で、コメント、許可しない。にして、更新としてあげると、この選んだ投稿記事すべてを一括でコメント受付しないの設定にすることができますよと。こんな形ですね。まあ、こちらもパーマリンクと同様、初期設定ですることが多い項目です。 あとですね、スウェ l ルでは投稿の各ページで、えー、初期状態でこの記事を書いた人というのが下についてきています。で、こちら画像を入れたり文言を入れたりすることもできますし、この表示を消すこともできます。まず、この記事を書いた人は残しておくけども、こちらの内容を変更したいといった方向けの方法をご紹介していきます。どうやってやるかというと、管理画面のところの ユーザーーザののプロフィールのところから編集すするこことができますこちら下の方を行きますと、えー、ニックネームとブログ上の表示名というのがあります初期状態ではこの記事を書いた人というのはワ、えードプレスのログインユーザー ID が表示されているような形になっていますで、えー、今回ニックネームの部分を例えば、えー、今回でした こういった形で変えてあげます。で、こちらニックネーム入力するとブログ上の表示名というのが選べるように、ニックネームの値が選べるようになってますので、こちら表示させたい名前を入力して選んであげて保存します。そうすると、こちらのような形で名前を変更することができました。で、さらに下の方行きまして、 このニックネームとブログ上の表示名の下の方いきますと、プロフィール情報というのがあります。ここを入力してあげると、この部分ですね、を表示、編集することができます。こういった形で入力して、保存してあげますと。 こういった形で、プロフィール情報の内容が、こちらに、この記事を書いた人のところに表示されるようになります。で、続けてですね、こちらのプロフィール写真の部分を変更していこうと思います。で、少し紛らわしいんですけど、下のところを行きますと、プロフィール写真というのがあります。ここからでも、編集、設定することは可能なんですけど、スエルの場合ですね、さらに下の方を行きますと、 スウェル追加データというのがありましてここにカスタムアバターというのが設定できる箇所がありますでこちらから設定してあげた方が楽に設定できるので今回はここで画像を設定してあげようと思います例えば画像選択でこういった形で設定して保存してあげると こういった形でプロフィール画像を設定することができました。あと、このリンクの部分ですね。同様にして、先ほどと同じくプロフィール画像のところに、スウェル追加データというのがありますので、ここで任意の URL 等を入れてあげると表示させることが可能です。 例えばこういった形で URL を入力して保存してあげるとこんな形で追加した内容が表示されていることが分かります、まあ、こちらですねこの記事を書いた人というのを残しておきたい場合はこのプロフィールのところから適切な内容を入力してあげるといいでしょうで 今回は、この、この記事を書いた人というのは消しておこうと思います。どうやってやるのかと言いますと、カスタマイズをクリックして、投稿固定ページをクリックして、記事下エリアですね。こちらのところに下の方行きますと、著者情報を表示というのにデフォルトチェックがついてます。ここですね。 で、えー、ここ、今回は消しておきたいので、著者情報の表示のチェックを外します。そうすると、えー、著者情報を消すことができました。で、まあ、今回割愛するんですけど、関連記事エリアですとか、その表示、あるいは、えー、こちらの上の方を行きますと、えー、フォローボタンの表示ですね、えー。この辺も必要に応じてカスタマイズすることができます。 はいまあ、今回はこちらのような形でえこの記事を書いた人の部分を消しておきましたはいであとですねサイドバーこちらですね右見ていただくとサイドバーに、えー、このような形で、えー、最近のコメントアーカイブカテゴリーや、えー、投稿とついていますこちらをカスタマイズしておこうと思うんですけどどうやってやるかといいますと 管理画面の外観のウィジェットというところから、えー、設定変更することができます。ウィジェットというのは、えー、ブログやホームページのパーツと思っていただくといいかなと思います。で右側、こちらが配置エリアで、えー、左側が挿入できるパーツですね。でえー、今回でしたら、えー、共通サイドバーというところ。 標準でこういった形で入っているんですけども不要なものは消しておきますでこちらも消しておきますでこちらからにしまして改めて今回いくつかパーツを足してみたいと思います例えばですけども「スウェルプロフィール」 というのをドラッグアンドドロップで移動しましてここでプロフィールですねこちらはまたここ独自で設定することができるんですけどプロフィールをサイドバーに表示させることができますでアイコン情報を設定して こういった形で入力して保存してあげるとこのような形で、えー、プロフィールを設定サイドバーに設定することができましたで同様にして、えー、いくつも、えー、ビジェットを追加していくことができます先ほどの検索というのはよく使うので例えばこの検索改めて共通サイドバーのところ上に設定してあげると検索のビジェット 表示させることができますであとですね滑る、えー、新着記事というのも追加しておきましょうで、えー、こういった形で追加しておくとこのような形で新着記事を、えー、表示させることができます 投稿ビューやカテゴリーもせっかくなので設定しておきましょうこんな感じですねであとですね、えー、下の方この辺はもう触りながら覚えていく形になるんですけど追尾サイドバーというのもありましてここに設定すると、えー、スクロールした時にも追尾ついてくるような形になります例えばテキストというのをここに入れてメディアを追加 こちらをクリックしてリンクを挿入のところからこうやって設定しておくとこういった形でスクロールしてもリンク追尾サイドバーに設定したウィジェットがついてくるといったような形で設定することができます。 まあ他にもいくつかたくさんの配置エリアがありますので必要に応じていろいろ試してみていただくといいのかなと思います。はい、で最後にですね記事一覧ページのデザインの初期設定もしておこうかなと思いますどこのことかといいますとこのお知らせの一覧ページこの部分ですねちょっとこれ消しておきましょうか。 この部分のレイアウトの調整をしていこうかなと思います。でどうやってやるかなんですけどカスタマイズをクリックしまして下の方に記事一覧リストというのがあります。ここでデザインのレイアウトを調整したりその他いろいろ設定することができます。例えばですけどこのリストレイアウトというのをリスト型にするとこういった一覧の表示形式になりますし 左右交互にすると左右交互になりますでサムネイル型ブログ型テキスト型といったような形で編集することができます今回デフォルトにしておいてスマホでも表示を変えることができます標準ですとこのカード型になってるんですけどこういった形で 変更を自由にすることができますよといったような形ですね。せっかくなのでここはリスト型、スマホではリスト型にしておきましょうか。で、最大カラム数、列数をスマホやモバイルでもそれぞれ変更することができますよと。こういった形ですね。 この辺の公開日や更新日、著者の情報も必要に応じて表示する、しないと変更することができますで。他にはですね、このカテゴリーの表示位置、初期状態ではですね、このアイキャッチの右上にカテゴリーのラベルが表示されてるんですけど、アイキャッチと被ってしまうので変えたいといった場合は、ここから例えば投稿日時の横に表示としてあげると、 この部分ですね。投稿日時の横にカテゴリーのラベルを表示、変更することができます。あと、この辺ですね。サムネイルの画像比率等も必要に応じて変更することができますよと。言ったような形です。あとですね、ちょっと珍しいスウェルの機能でタブ切り替え設定というのがあります。こちら何のことかと言いますと、 こちらのような形でタブで、えー、新着の記事一覧だけでなくタブでカテゴリーごとに分類して表示させるといった機能ですで、えー、例えば人気記事といったのもここに設定できるんですけど今回はこちらのようにお知らせコラムセミナー情報といったカテゴリーを表示させてみたいと思いますどうやってやるかといいますとここに カテゴリーの ID を入れる形になるんですけども管理画面のところのカテゴリーというのを見るとここに ID というのが載ってますで今回だったらお知らせイベント情報コラム、えー、134なのでここに134と、えー、カンマ区切りで入れてあげるとこういった形でお知らせイベント情報コラムといったような形で、えー、タブ ボタンを出して切り替え表示させることができますこちらでこういった形でやってあげると新着には一覧がずらっと並んでいるような形になりましてお知らせをクリックするとお知らせの一覧イベント情報をクリックするとイベント情報の一覧コラムをクリックするとコラムの一覧といったような表示こちらはェル独特の珍しい機能ですね、まあ、こういった設定することができます あと、こちら、後ろが灰色になってるんですけど、ここは前回やりました固定ページのアイキャッチを設定してあげるとこちらに表示、背景画像を設定することができます。固定ページ編集で、お知らせの固定ページ編集画面のところからアイキャッチ画像を選択。任意のアイキャッチ画像を選んであげます。そうすると、こういった形でアイキャッチ画像が上に表示させることができました。 まあ他にもいろいろ設定項目あるんですけども今回は私がよくやっている初期設定についてご紹介しました改めてやった内容をご紹介しますと投稿ですね投稿は管理画面の投稿こちらから追加していくことができます固定ページと違ってカテゴライズすることができたり一覧に並べたりすることができますよと で、えー、初期状態では URL の一部が、えー、日付年月日がついてましたこちら、えー、変更したい場合設定のパーマリンクというところで、えー、初期状態日付と投稿名というのがついてますのでこちらを投稿名に変更してあげましたであとですね、えー、下の方いきますとコメント受付欄というのが下の方ついていたんですけど、えー、そちらは設定 のディスカッションというところからえデフォルトの投稿設定こちらの3つのチェックまあ厳密に言うとここの1つなんですけどえ今回はこちらの3つをチェックを外してあげてかつ過去に投稿した記事に関しては個別にコメントを許可トラックバックピンバックの許可のチェックを外してあげましたであとですね 初期状態ではこの記事を書いた人という項目が下の方についてました今回はカスタマイズの投稿固定ページ記事下エリアのところでこの記事を書いた人という箇所こちらをチェックを外してあげて表示しないようにしましたよとであとですねサイドバーこちらの右側にあるサイドバーに関しては外観のウィジェットというところから設定 することができます外観のビジェットこ,こ,です、ね、こちらのサイドバーでしたら一番よく使うのが共通サイドバーあとスクロールしても表示ついてきて表示させたいものが追尾サイドバーというところに設定してあげますそうするとこういった形でサイドバーに任意のビジェットパーツを表示設定させることができましたで最後に記事一覧ページですね今回でしたらこちらの一覧ページのところでカスタマイズ で記事一覧リストというところからデザインのレイアウトを変更したりこちらにカテゴリーのタブを出したりといった設定することができますので今回はその設定をしてあげましたでこの設定はいろんな組み合わせがありますのでご自身のサイトの運用やりたい内容に合わせて必要な設定してあげるといいのではないかなと思いますはい、えー、今回は以上になります 最後までご覧いただきありがとうございました。